警備隊の艦線警備隊機警備隊は、保安庁管轄の組織で、1952年8月1日から1954年6月30日まで、存在した、日本の領海警備を目的に創設された、海上警備機関である。海上保安庁の海上警備隊及び航路、警戒本部、航路警戒部の後ろ身で、海上自衛隊の前身にあたる。保安庁法第5条、 第2項では、警備隊とは、長官、次長、長官官房及び各局、第2幕僚幹部並びに、第2幕僚長の監督を受ける部隊その他の機関を、包含するものと規定されていた。1945年9月2日の日本の降伏に、伴って、日本軍は武装解除、解体されることとなった。海軍においても、軍令部門である、軍令部は解体され、 軍政部門である海軍省も、福音、航路警戒などの一部業務を引き継いだ、第二福音省に縮小改編された。さらに福音の進展に伴って、翌1946年には、第一福音省と統合され、内閣の外局たる、福音長の後には、総理府直轄を経て、厚生省の一部局となった。しかし戦後においても、第二次世界大戦中に不説された。 日米両軍の嫌いに対する航路警戒の必要は深刻なものであった。このため一度は総会作業を中止して解体に入った海軍の総会部隊も9月18日には早速第二福音省総務局総会課として再編成され作業を再開することとなった。その後、副委員長第二福音局総務部総会課総会幹部と編成し、 副委員長閉庁後は、運輸省海運総局の総会幹線部総会下へと移行したが、航路警戒は継続されていた。また一方では、日本海軍の消滅に伴う洋上治安の悪化が深刻化したことから、1946年には、これら旧海軍由来の総会部隊も取り込む形で、運輸省参加の法執行機関として、海上保安庁が設置された。ただし、 創設当時は、武装した海上保安機構に対する極東委員会での反発を考慮した GHQ 民政局の指示を受け、巡視船が軍事用ではないと明示するため、排水量、武装、速力に厳しい制限が課されていた。1950年10月、アメリカ極東海軍により、タコマ級フリゲート対応に関する非公式の打診を受けて、 野村義三郎元海軍大将、星名善四郎元中将及び副委員長、第二副委員局の元海軍軍人を中心に、海軍最高の飛行式の検討が着手された。1951年10月19日、吉田茂内閣総理大臣と連合国軍、最高司令官、マシューリ自衛大将の会談において、フリゲート18隻、 上陸支援艇50隻を対応するとの提案が正式になされ、吉田首相はこれをその場で承諾した。そしてこれらの選定受け入れと運用体制確率のため、内閣直属の秘密組織として Y 委員会が設置されて検討に当たった。Y 委員会の委員は旧海軍軍人と海上保安官より選任されており、またアメリカ側とも密に連携していた。 Y 委員会での検討の結果、これらの官邸は他の巡視船艇とは別個に海上保安庁内に設置される専用の部局で集中運用されることとなり、サンフランシスコ平和条約発行直前である1952年4月26日、海上保安庁に海上警備隊が設置された。クス型警備船、ユ型警備船元来、前身となった海上警備隊は、 アメリカから供与されるタコマ級フリゲート等を集中運用するために発足した組織であったが、外交、政治的な手続きや選定整備などで時間を取られていたため、正式引き渡しは海上警備隊時代に間に合わず、整備を完了した選定の水時保管引き受けにとどまっていた。警備隊の発足時点での船舶は、保管引き受けの PF4 隻及び上陸支援艇2隻と、 海上保安庁から所管外された、総海戦闘76隻に過ぎなかった。1952年12月27日、日米船舶対釈協定が発行され、翌1953年1月14日に第1回引き渡し式が行われた。以後、12月23日まで11回にわたり、PF18 隻、LSSL50 隻が対応された。 これらは警備船と呼称され、草花に由来する名前が付けられた。これらの感染によって、1953年4月に第1戦隊軍などが編成された。この感染不足を解消するため、1953年度計画で国産艦艇心臓計画が立案され、高型警備艦2隻と乙型警備艦3隻の建造が決まった。もっとも、 国産艦艇はすぐに完成しなかったため、1954年5月14日に日米艦艇対応協定が調印され、グリーブス級駆逐艦、フレッチャー級駆逐艦、キャノン級護衛駆逐艦、ガトー級潜水艦などが対応されることとなった。これらの対応艦艇を受領したのは海上自衛隊になってからであるが、創設時の海上自衛隊の戦力の中核となり、 事実上の海軍としての体制を整えた。航空機はまず最初に1953年8月6日、ザキヘリポートでベルマイナス 47D ヘリコプター1号機を領収し、その後計4機を領収した。さらに、S-51 を3機、S-55 を2機購入した。これらの回転翼機は、立山航空隊に配備された。固定翼機については、 メンター練習機を購入し、カノヤ航空隊に配備された。警備隊の船舶は国旗及び警備隊機を掲揚することとなったが、警備隊機は1952年11月8日に制定され、自衛官旗制定まで掲揚された。第二福音局出身の山本義夫、吉田英造などの旧海軍軍人が主導して創設された経緯から人員も、 旧海軍軍人が大半を占め、特に水雷、後方先行者が多く任用された。警備官の階級は、その後の陸上自衛隊の自衛官になる保安官の階級に対応しており、原則として保安の部分を警備に入れ替えたのみの差であるが、補佐については、警察と言い換えている。警察とは、警察予備隊の警察官の階級名でもあった。なお、警察は、 陸上部隊の補佐よりも、船舶の運用を担うためその要請に時間がかかることから、否認規制とされ、また3等警察という階級が設けられており、階級面でも一つ多くなっていた。また、昭和28年9月16日には、10科教育のため、警備隊10科学校が設置された。ありがとうございます。